ってますか。うん、何狙いですか。シカゴです。当たり前。え、何狙い。どういうこと。え、どういうことですか。何狙いって。集中して。はい。出張とか仕事が収まる。めちゃくちゃデブっすね、本当に。マジで。いや、鼻やばい。マジで本当にやばい。どこ狙い。どこ狙いってどういうこと。いやいや、例えば膝周りとかさ、股関節とか外側と内側と直筋ってある。どこ狙いなんですか。外側の膝周り。ということは、つま先の向きを変えたりしてるんですか。上げながら内にひねって外側狙い。へぇ。股関節から動かさずに膝周り。股関節周りはね、スクワットで返し入れるけど。どうですか、伊藤さん的に。何がですか。多分、雑じゃないです。まあ、雑にするならもっと重い方がいいんじゃねとは思いますけどね。軽いのに雑だよ。うん。ワンレッグでいい。あの雑さなら。変わったから60キロだからね。これぐらいで雑にやってもいいけど。雑やん。上げるときが雑なんよ。上げるときが雑。うん。いや、雑。全部同じスピードで。そう、最後だけ早いんだけど。軽いんじゃけど。じゃあ、2時ぐらいで締めたい。良かったですか、この時に。まあ最後は、まあ僕のどうですか。ちょっともう一回やってください。見とってよ。いや、見てますよ。ただ覚えてないだけです。撮影に練習してる。そうワンダーパーツ。いけ、集中してやれ。前にこう、ワンダーコアじゃねえか、お前。もうちょっと上がるでしょ。はい。はい。定価2万円ぐらいですか。はい、10。あと10回。あと10回。あと10回。5。いける、あと5回。早く20回行ったら、原さんも20回行くから。早く行ったら、行かんわけにはいかんでしょう。それはもう、ボディビルダーなんじゃけ。し、もう一回行こう。はい、5。まあ、いや、どうしてそんな顔ができる。僕20やったのにさ、15回しかやってない。僕20や。編集で何とかしようとしとるやろ。僕20やったのに。編集で何とかしようとしとるやろ。僕20回やったのに。やってねえやろげ。編集で何とかしようとするな。神垣くん15回で終わった。コピペしようとしとるやろ。もう僕が20回やったのに神垣くん15回しかやってないっていうのは。これがマスコミですよ、皆さん。喜びすぎやろ。嬉しかった。嬉しかった。こっち止まれるでしょ、僕絶対。ね、結構当たってましたよ。だいぶね。どうだった？火星方形だった？あ、向けてなかった。ここでわかりますかね。わかるや。俺だけさ、そのチンコを大きくしたいしさ、火星方形したみたいなキャラ作るの本当にやめよう。親も見るんよ、それ。でもまあ、親のせいみたいなとこありますからね。おかんが方形ってどういうことや。かんやくんちんこめっちゃでかいんやったっけ。そうそう、めっちゃでかい。
ってことはズル向け？あ、でも向けたことは普通に。あ、やば、強。関根さんよりもう上いっとる。それはもうすでに。関根さん、ホッケーらしいよ。おらんとこで言われる。これのポイントは何ですか？腰使わない。腰使ってあげたら、腰上がるし、どこで上げとるかわからない。最後もっと粘れましたね。なんかね、粘れるのね。気持ちの問題ですか？なんか本当に、なんだろう、スクワットのポジションは粘れる。こういう中っていうのは、ほんまにスコンって抜ける。へぇ、そのくらいかかるとしよう。そのくらいからもマジで粘れる。力が入らんの。10秒かけて下ろせ。1、2、3、4、5、6、7。とりあえず上げてネガティブ。はい、我慢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 するのが遅い。持ってかれてから我慢するの。最初から我慢せよ。もういける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 。よっしゃ、はい。客やけね。OKOK。 はい、ボキション。ノーパンなんだ。ノーパンなん、はい、はいじゃねえ。ノーパンでやらないですか？なんで？なんか名残で。マジでチンチンでかそうやな、本当に。よく言われる、はい、女の子に、はい、でかって言われる、はい、てか、しんどとか言われる。しんど、いや、しんどじゃないですか。しんど、いや、喜ばれる。それとももうちょっと本当に勘弁してって、どっちなの？でかいって言われますよ。ああ、いいな、言われたい。俺もそんな言われてみたい。いや、あれもうクソ、本当にクソ。神谷くんよく女の子にでかいって言われるらしいですよ。全部聞こえてた。あ、聞こえてました。集中しろ。そうなんだ。おお、じわじわいくね。はい、耐えろ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 。あ、痛くない痛くない。チューティング使ってあげて、ネガティブ。まだいける。強い。当たったら無事で。当たってんくなってる。あと2種目あるらしいよ。はい、すぐ行く、すぐ行く、すぐ行く、はい。で、どうなっと。はい、死にます。はい、死にます。はい、え、ここでワイドするんですか？ああ、今から関根さんに電話したいと思います。ちょっと仕事中かもしれないんですけど。あ、もしもし、はい、今大丈夫ですか？うん、どうしたの？いや、セミナーのことでちょっと聞きたくて。土曜の予定って どうなります？前日。
あ、それ文章で送った方がいいんじゃないの、そしたら。あ、そうですね、そうか。必要なことだったら LINE でくれたらそれに返答するよ、LINE で。めちゃくちゃ真面目っすね。いや、でも漏れがあったら怖いっしょ。漏れを気にする関根さんはなかなかないですよ、ほんとそんな。うんこ漏らしてるくせに、ほんとね。じゃあそうします、わかりました。ごめんね、ごめんね。いや、全然全然、ありがとうございます。はいよー。はーい。まあ、真面目なところが取れたからいいんじゃないですか。関根さん、ありがとうございました。